ダーマチョコクッキー,ドニーニャー今日は、じゃん不思議の国のアリスの朗読をしていきたいと思います。今日は、不思議の国のアリス朗読第10章、エビのスクエアダンスです。それでは聴いてください。どうぞ。 ニセウミガメは深いため息をつくと片方のヒレの裏側で目を拭きました。それからアリスを見つめて何か言おうとするのですが、1、2分の間は涙がこみ上げてきて声も出ませんでした。まるで喉に魚の骨が引っかかったみたいだな、とグリファンは言ニセウミガメの 体を揺すぶったり、背中を叩いた,たりし始めました。ようやく口が聞けるようになった偽女神は、さめざめ、さめ、さめざめと頬を涙で濡らしながら、また話を続けました。あんたは海の底で長いこと暮らしたことはないだろうな。ないわ、とアリスは言いました。じゃあ、おそらくエビには、 引き合わされたことさえないんだろうね。アリスは、私一度食べたことが、と言いかけてから、出かかった言葉を慌てて押さえて言いました。いいえ、ないわ。じゃあ、あんたには、エビのスクエアダンスがどんなに素晴らしいものか、検討もつかないんだろうね。はい、全然、とアリスは答えました。 「それはどんなダンスなの?」「なーに?」とグリファンが言いました「まず海岸に沿って1列に並ぶんだよ2列だよ」とニセウミガメは「ニセウミガメ」「ウミガメ」が大きな声で言いました「アザラシウミガメなんて連情だ」それから邪魔けなクラゲをみんなどけてしまうといつもそいつに「 手こずるんだと、グリファンが横から口を出しました。二歩前に進むのさ。メイメイがエビと組んだぞと、グリファンが大きな声で言いました。もちろんさ、と、ニセウメガメは言いました。二歩前へ進んで、相手の方を向き、グリファンがニセウメガメの後を取って続けました。相手のエビを取り替えて、同じ順序で、 後へ戻る。それからね。と偽女神が後を続けました。放り込むんだ。エビをだぞ。グリファンが飛び上がって言いました。できるだけ遠くの沖合まで泳いで追っかけるんだ。グリファンは金切り声で叫びました。海の中ででんぐり返しを打って偽女神はまるで 気でもおかしくなったように飛び回りながら叫びました。もう一度相手のエビを取り替えるんだとグリファンがまるで怒鳴るように言いました。また陸に戻っていく。それからここまでがダンスの第一弾なんだ。二世メガメは急に恋を落として言いました。それから今まではまるで気がおかしくなったように 跳ね回っていた2匹の動物はひどく悲しそうにまたひっそりと腰を下ろしてアリスの方を見ました。とてもきれいなランスに違いないわとアリスはおずおず言いました。少し見せてあげようかとニセウメガメは言いました。ぜひお願いとアリスは言いました。第1弾を踊ってみようじゃないか。 偽女エガメがグリファンに言いました。エビがいなくったって踊れるもんな。歌は誰が歌うそりゃお前が歌えよ。とグリファンは言いました。俺は文句を忘れちまった。そこで2匹の動物は真面目腐ってアリスの周りを踊り始め、時々アリスの近くへ寄りすぎてその足を踏んづけたり前足を振って 拍子を取ったたりしましまその間ニセウミガメは次の歌をゆっくりと悲しそうに歌いました。「タラがカタツムリ言いました」「もっと早く歩いてくれないか」「イルカが後ろにくっついて僕の尻尾を踏んでるんだ」「見たまえエビもウミガメも」 あんなに夢中で走ってくよ。みんなが浜辺で待ってるぜ。ダンスの仲間に入りませんかって。どう嫌ですかどう嫌ですかダンスの仲間には入りませんかどう嫌ですかどう嫌ですかダンスの仲間に入りませんかみんなが僕らを捕まえて、エビモロも海へ投げ込むのが、どんなに面白いか、とても君にはわかるまい。 カタツモリは答えていました。遠すぎます。遠すぎます。これから、うさんくさそうに、タラを見て、誠に恋は嬉しいが、僕は仲間には入りません。嫌です。ダメです。嫌です。ダメです。ダンスの仲間には入りません。嫌です。ダメです。嫌で,で,です。ダメです。ダンスの仲間には入りません。タラは答えていました。 どんなに遠くへ行こうとへっちゃらさ海の向こうにはまた岸があるイギリスを遠ざかれば遠ざかるほどフランスへ近づくというわけさだから親しい方タつむりくん青ざめるには及ばないさあダンスの仲間に入りなさいどう嫌ですかどう嫌ですかダンスの仲間には入りませんかどう嫌ですかどう いやですかダンスの仲間には入りませんかありがとう。見ていてとっても面白かったわ。アリスはダンスがようやく終わったのを内心では喜びながら言いました。私、タラのことを歌ったあのおかしな歌、大好きよ。ああ、タラといえばあいつらは。と偽女神は言いました。あんた、もちろんタラは見たことがあるんだろうね。ええ。 アリスは答えました。よく見たことがあるわ。食卓で。アリスは慌てて口をつぐいました。その食卓というのはどこにあるか知らないかと、二世女神は言いました。よく見たことがあるって言うなら、もちろんどんな格好をしてるか知ってるね。知ってると思うわ。と、アリスはよく考えながら返事をしました。尻尾を口にくわえてて、体中 パン粉は思い違いだよ」と偽女神メガメは言いました「パン粉なんてみんな海で洗い流されてしまうもん」しかも尻尾は確かに口にくわえてるよそのわけはだなここまで言うと偽女神メガメはあくびをしながら目をつぶってグリファンに頼みました「そのわけだのそのほかいろいろなことをこの子に話してやってくれ」 そのわけはだなぁとグリファンが言いました。タラがエビと一緒にダンスに行きたがるんならさ、そこで海へ放り投げられる。そこで深い深い底の、底の方まで沈んでいく。そこで尻尾が口の中へすっぽりとはまり込んで、そこでもう一度と抜けなくなる。それだけのことさ。ありがとうとアリスは言いました。とっても面白かったわ。今までで。 タラのことをこんなに詳しく知らなかったんですもの。もっと聞きたきゃ教えてやってもいいぜ。とグリファンが言いました。なぜタラっていうかあんた知ってるんかい考えてみたことないわ。とアリスは答えました。なぜなの靴だの長靴をやるからさ。グリファンは真面目くさって答えました。アリスは全く面食らって目を白黒させました。 靴靴だの長靴をやるからですってアリスはわけがわからなくなってグリファンの言葉をオウム返しに繰り返しましただってあんたは自分の靴をなんでやるとグリファンは言いましたつまりななんでピカピカさせるかって聞いてるのさアリスは自分の靴を見下ろしてしばらく考えてから答えました黒い靴墨で味覚は 海の中の靴や長靴はなとグリファンは太い声で言いました。白い粉で磨くんだよ。さあ、これで分かったろじゃあ、その海の中の靴や長靴はなんでできてるのアリスはひどく好奇心をかきたてられる様子で尋ねました。カレーとうなぎに決まってら、とグリファンは少し腹を立てて答えました。 どんなつまらん小エビだって、それぐらいのことは知っているぞ。もし私がタラだったら、とアリスは言いました。さっきの歌のことをまだ考えていたのです。イルカに押さないでくれよ。イルカくん、君と一緒に行きたくないよ。ついて行ってあったのに。一緒に行かないわけにはいかなかったんだよ、と二世イメガメが言いました。利口な魚なら、 イルカとと一緒でななければどここへも行こうとはしないよ。「あら本当?と」とアリスはひどくびっくりした様子で聞きました「もちろんさ」とニセイメガメは答えました「だって魚が俺のところへ来てこれから旅に出るといえば俺はどんなイルカと一緒に?」って聞くだろ何用で行くのかねって言うんじゃないとアリスは言いました 今言った通りだよ。偽女神はプンプンして答えましたするとグリファンが横こから言いましたさあ今度はあんたの冒険を聞かせてもらおう今朝から始まった冒険のことだったら話せるわとアリスは少しおじけついて言いましたでも昨日のことはだめよ昨日は私は別の人間だったんだからそのわけを説明してくれよと偽せえは言いましただめだめ 冒険の話の方が先だとグリファーはガンは漫,漫画らないように言いました説明ってやつは恐ろしく暇がかかるからなそこでアリスは初めて白ウサギを見かけた時からの冒険を話し始めました2匹の動物がアリスの両側にぴったりとくっついて目と口を大きく開けているものですから初めのうちはなんだか薄気味が悪かったのですが 話していくうちに勇気が出てきました。二匹の動物はそれこそ物音一つ立てずにおとなしく聞いていましたが、アリスが毛虫にウィリアム、おっちゃん、あんたはもう年寄りだという歌を暗唱してやったとき、文句がみんな違っていたというところに差し掛かると、ニセイメガメは長い息をついてから言いました。そいつはおかしいな。 全くもっておかしいなとグリファンも言いました文句がみんな違って出てきたってと2世女神は考え込みながら繰り返しました今ここでこの子に何か暗証させてみようじゃないか始めるように言えよと2世女神はそう言ってグリファンの方を見ましたがどうやらグリファンならアリスに顔が利くとでも思っているようです 立ち上がって、怠け者の声を暗礁しろよ。と、グリファンは言いました。まあ、ここの動物たちは、よくも人に言いつけたり、暗礁させたりするのね。と、アリスは思いました。こんなことなら、すぐにでも学校へ行った方がいいくらいだわ。それでも、アリスは立ち上がって、暗礁を始めました。しかし、エビのスクエアダンスのことで、頭がいっぱいだったものですから、自分でも何を言ってるのか、 さっぱりりわかりませんでしたした出てきた文句は実に興味切れて別なものでしたあれは確かにエビの声そういうことを聞いてみれば僕を黒く焼きすぎた髪の毛に砂糖をかけなくっちゃアヒルがまぶたでやるようにエビは上手に鼻先でバンドやボタンをきちんと直し足の指まで広げます砂が乾いているときは エビははしゃいでひばりのよう深なさにと大いばりところがひとたび塩が満ち深が周りに集まればさっきの元気はどこやらおろおろ声でビックビックそれは俺が子どもの時いつも大抵の塔では違うなとグリファンが言いましたうん俺はそんな歌を聞いた覚えがないよとニセ神メガメも言いました何でか ひどくバカバカしい歌のようなな。アリスは何も言わずに両手で顔を隠したままそこへ座り込んでこれからさっきあんまりこれからさっき当たり前なことも起こることがあるのかしらと考え込んでいました。その歌を説明してもらいたいなと二世女神は言いました。この子に説明なんてできるもんかとグリファンが急いで言いました。2>, 2番を歌えよう。しかし 足の指はどうなんだと、ニセ神はどこまでも言い張りました。エビは鼻先でどうやって足の指を広げられるって言うんだそれはダンスの第一の姿勢よとアリスは言いましたが、何が何だか分からなくなってきたので、早く話題を変えたいと思いました。2二番を歌えよと、グリファンがまた言いました。初めの文句は、あの人の 庭先を通ってと言うんだ。アリスは出てくる文句がまたみんな違っているのに違いないと思いましたが嫌だとも言えずフルフル声でつけました「あの人の庭先を通って片目で見たらフクロウとヒョウがパンパイを食べていたヒョウはパイの皮と肉汁と肉を取りフクロウはお皿を分け前にもらってた」。 タイがすっかりなくなると、フクロウは特別のお情けでスプーンももらってポケットへ、ヒョウは一声高く吠え、ナイフとフォークを受け取って、宴会はお開きになりました。歌いながら説明をしてくれなければ、と、ニセイガミは横から口を出しました。いくらこんな歌を歌ったって、何の役にも立たないじゃないか。うーん、あんたやめた方がいいよ、と、 グリファンも言いました。アリスとして羽があったりがなかったりでした。エビのスクエアダンスの次のダンも踊ろうかとグリファンは言いました。それともニセメガメの恋を歌ってもらった方がいいかぜひ歌にしてニセメガメさんが歌ってくださるならアリスがあまり熱心にいたのでグリファンは気を悪くしたようでした。うーんた 空う虫も好き好きかおいこの子にウミガメスープを歌ってやれよ二世女神は深いため息をつくと時々すすり泣きで喉をつまらせながら次のような歌を歌いましたコクって緑のおいしいスープスープ入れには入ってる熱いスープ誰だって飛びつくおいしいスープ

もも肉入りはせぬこんなスープのためならば財布をはたいてもおろしくないすっからかんなっても惜しくはないおいしいスープおいしいおいしいスープ夕気のスープ夕気のスープおいしいおいしいスープコーラスのところをもう一度とグリファンが叫ぶと 二世メガメが繰り返して歌い始めました。ちょうどその時、遠くの方から叫び声が聞こえていました。裁判が始まりますわ。おいで。グリファンは叫ぶとアリスの手を取って歌の終わるものも持たずに駆け出しました。何の裁判なのとアリスは走りながらあえぐように尋ねました。しかし、グリファンはただ、おいでと言っただけで、ますます足を速めました。二人の後ろから、 吹いてくるそよ風に乗って悲しそうな歌の文句がだんだんかすかになりながら聞こえてきました。夕げのスープ、夕げのスープ、おいしいおいしいスープ。はい、終わりました。これは第10章の回でした。不思議な国第10章の朗読終わりました。途中から歌もあったので歌わせていただきました。エビのスクエアダンス。 からのなんか、こもりみたいな、こも歌みたいな、子守歌みたいな歌なんですけど、楽しませていただきました。チャンネル登録よろしくにゃんチちそれでは終わるにゃんバイバイにゃ